をスタートしました。この後バックの通過から先頭がコールされていきます。距離は4キロ。さあまずは先行して高原玲吾が前です。まずは3番高原玲吾バックで1本。高原玲吾ホームバックで1本取っています。あと1本ストレートで取れるか。続いて松岡優真が1本ホームで取っています。そのままバックいきそう。松岡優真あと1本です。さあ松岡優真も先頭責任完了。完了者2名。9番三瀬忠里がバックで1本。三瀬忠里もストレートに2本取りました。あと1本ですが後ろに下がるよう。続いて山下光平がバックで1本です。見沼優希が続いてホームで1本。見沼優希あと1本です。完了者3名。残り6周に入っています。続いて山本大地が前。山本大地もあと1本です。現在先頭に3名。さあ完了者4名です。現在先頭は2コーナーからバックストレッチにかかっている3名です。さあ完了者は現在4名。残り3周に入っています。残り2周に入っています。現在先頭は2番1番3番完了している3名。回ってきてあと1周。集団の方はちょっとバラバラになりましたが、まもなく残り1周を迎えます。さあそして4コーナー回ってこの3名からはフィニッシュです。さ
さあ完了者は4名となりましたが、このままフィニッシュに完了者が入ってくれば準決勝へということになる。最後フィニッシュまでまだ選手しておりませんので注意ください。須田選手第1組すべてフィニッシュしました。さあということで第1組につきましては、この後着順結果が出ますと着順通りで確定をすることになります。従いまして上位4名の準決勝への進出者は完了しました1番2番3番6番の4名ということになりました。さあ続いて第2組です。さあ並び抽選で決まっておりますが、こちらカバー順でご紹介してまいります。1番から順に10番までご紹介いたします。1番岐南工業円山崎、2番東北菅野光輝、3番、小樽長陵渡辺学陽、4番紅葉須賀光輝、5番飯田風越青島東也、6番立教新座石井望、7番都の城工業竹内流星、8番広告永井翔太、9番龍谷甲斐隼人、10番真岡工業小黒海星、10名の出走です。ここで競輪敗者復活戦に出場される選手関係者の方にご案内いたします。一旦発行されておりますスタートリストが変更となっておりますため、こちらについてリバイズド訂正版が発行されております。こちらの競輪敗者復活戦のスタートリスト改めて発行されておりますので、訂正版となっているものをご確認ください。さあスタートしました。こちらも先頭責任は3本です。さあ現在先行しているのはまずは小黒海星、バックからは先頭コールされていきます。さあこちらの方はストレートに取らせてくれるか。あと1本ですが下がりました。現在2本持っています小黒海星。続いて竹内流星がバックで1本、また先頭変わります。続いて永井翔太8番が1本、また先頭が変わるか。続いて紅葉の菅光輝、誰もまだ完了はしていません。青島東也が先行しています。さあ後方から選手が上がってくる。東北菅野光輝2番がバックで1本、続いて甲斐隼人が先行しています。
みんな1本ないしは2本取っているというそんな状況になってきました。甲斐隼人あと1本、さあこれは先頭責任完了なるか。さあ9番甲斐隼人がまず先頭責任完了、先頭は2名、その後ろに9番の選手、円谷正樹が1本取りました。まもなく残り6周回、先頭は2名、円谷正樹あと1本です。さあ先頭は現在1番2番の2名、菅野光希はバックで2本取っています。あとホームで1本必要です。円山崎も先頭責任完了、さあ菅野光希はバックで3本取っていますがホームの回数が足りません。先頭は2名です。さあこれで菅野光希も先頭責任完了、完了者は3名、現在先頭は2名です。残り2周、さあ今完了している2名がどん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 先頭を取ってしまっている、この状態になりますと完了者3名とあとは着順という準決勝上がりの結果になるのか、それとも後ろから選手が来るか。回ってきて残り1周、さあ2本取っているのは10番の小黒海星でしたが、もうすでにこちらは戦線から離脱しています。さあそしてこの先頭2名がそのままフィニッシュに飛び込んできそうです。さあ後ろは集団若干のスプリント状態になっている、さあこの第2組は完了者3名となっていました。この完了者3名に加えてこの後それぞれの先頭を取っている回数を見ますと全て1本ずつということになりますので、着順が考慮されての結果となりそうです。
続いて第3組です。こちらも10名の出走、キャップナンバーでご案内します。1番が松山城南、北谷東馬、2番北桑田、岡本克也、3番大曲農業、村山壮太、4番岐阜第一、伊藤雄生、5番水島工業、北村明宏、6番氷見、北島啓太、7番横浜、伊豆の蓮、8番別府商生、野末雄太郎、9番川越工業、細田大成、10番鹿町工業、宇治山和也、10名の出走です。さあ第3組がスタートしています。この後バックの通過からまた先頭がコールされていきます。まずは北村明宏が先頭で通過、後ろに下がりました。北谷東馬、選抜はロードレースを取りました。そしてインディビジュアルパーシュートでも大会新記録を出す走り。続いて伊藤雄生がバックで1本、伊藤雄生あと1本先行しています。そのままストレートで行きそうだ。続いて先頭変わる。2名が先行になって10番1番、まずは内山和也がホームで1本、2本取ったところで後ろに下がります。続いて京都北桑田、岡本克也がホームで1本、岡本克也あと1本、北島啓太がホームで1本です。先頭4名のローテーションになってきました。続いて伊豆の蓮、2番は先頭責任完了しています。現在先頭は4名、北谷東馬あと1本、完了者3名、1番2番4番、現在先頭は1267の4名。北島啓太もあと1本、先頭3名変わっている。さあ残り4周回となっています。現在先頭は126の3名です。6番完了ですよね。6番先頭責任完了。6番
完了者4名、そのうちの3名が現在の先頭です。残り2周回、さあ先頭は現在4コーナーにいる3名、あと1周、さあ間もなく入ってくる4コーナーからの3名からがフィニッシュになります。さあ8番選手はまだレース走行中です。8番選手より前はレース走行中です。フィニッシュ、すべての選手がフィニッシュとなりました。そう、このまま着順が確定しますと完了者4名ということで、そのままストレートに上がることになりますが、着順確定は今しばらくお待ちください。続いて第4組です。こちらも10名の出走です。1番から1番浦和北小泉響、2番雄星たるみ淳平太、3番石田小原俊介、4番茨城高科王陣優馬、5番白川実業中地高明、6番静岡北西島いぶき、7番倉吉総さん三鴨誠二郎、8番村山産業渡辺匠、9番笛吹相原匠、10番北中城砂川亮です。先ほどの第3組は着順通りということで着順確定した模様です。従いまして準決勝進出者は先頭責任を完了した完了者4名ということになりました。ただいまの第4組10番選手のフライングによりまして再発走です。10番選手スタート並び1、外側からのスタートとなります。
さあ第4組スタート、先頭責任は先ほどまでと同じく3本です。さあ直線一列棒上ペースが上がります。まずは小原俊介が先頭、そのままホームも行きそうだ。2本取ったところで後ろに下がります。あと1本です。続いて7番の三鴨誠二郎がバックで1本取った。優勢たるみ純平太、さあこの7番2番が現在のところ先行。たるみ純平太あと1本。続いて茨城工科の王陣優馬がホームで1本取っています。王陣優馬あと1本、先頭3名の構成となっている。残り8周、たるみ純平太が先頭責任完了。先頭は1番2番4番の3名。浦和北1年生小泉響、先頭の3名の中に入っています。まず1本取りました。さあ4番の王陣優馬も先頭責任完了、完了者2名。小泉響はホームであと1本必要、このまま粘れば取れるか。さあ完了者3名、そしてその先頭3人に9番が追いついた。さあ先頭4名、残り5周、笛吹高校相原匠、先頭の4名のローテーションの中に入っています。バックも取りそうだ。相原匠あと1本。さあ完了者4名が先頭の4名。残り3周、さあ先頭4名の隊列、後ろの集団が来ないために先頭4名のローテーション状態。先頭3名に代わる9番選手が若干下がった。残り2周、残り2周、先頭は現在4コーナーに差し掛かる3名です。残り1周、さあ先頭は間もなくフィニッシュへと向かってきます。
さあ現在レース後方は3コーナーへと差し掛かるところ、まだ全員がフィニッシュはしておりません。さあ全員フィニッシュ。着順が確定しますと、先行完了者、先頭責任の完了者4名でこちらも準決勝進出となりそうです。4組につきましては着順はまだ確定しておりません。確定発表は今しばらくお待ちください。第5組です。1番岡山工業橋本大和、2番福井堺小林光、3番小戸ヶ谷佐藤亮介、4番南大隅藤田翔太郎、5番城東高架岩崎優斗、6番仙台商業東良平、7番清涼菅野哲平、8番柳田追志光平、9番木地総合熊見堂リオ、そして10番英明藤井亮介、10名の出走です。スタートしました第5組です。さあまずは先行して熊野御堂リオが前、そのまま先行するか、9番熊野御堂選手あと1本、追試公平が先頭変わる、そしてすぐ後ろに下がります。続いて小林光、藤井亮介が続いて先頭1本、続いて城東高架岩崎優斗。さあ先頭を取るのはバラバラに取っていく感じ。追試公平はホームであと1本必要。さあ追試公平うまく取りました。先頭責任完了。さあ小林光もあと1本です。
そう、大きく2つに集団分かれている。岩崎優斗もあと1本。藤井亮介もあと1本。さあ、そのまま先行できるか。完了者2名となった。橋本大和、あと1本バックで必要。さあ、藤田翔太郎、さあ、橋本大和はホームで3本目ということになります。さあ、完了者現在3名。さあ、橋本大和が残り1周。続々と先頭から順にフィニッシュしています。完了者は最終的に4名となった模様。
こちら第5組につきましては完了者4名が先行してフィニッシュしたため着順確定をいたしましたらこの4名が準決勝へということになりそうです。